価格の比較を先にしておきます。 Zoom Q8N ホケ価格の比較先にしておきます。これ一番広い状態です。一番広い状態、最広角の状態です。はい、これが一段絞った状態、最広角から一段絞った状態です。いかがですか。はい、これが真ん中、5段階中3段階目真ん中の画角です。いかがですか。はい、そしてこれが、一番強角から一つだけ寄せた状態、一番強角から一つだけ広角側に寄せた状態です。いかがでしょうか。はい、そしてこれが一番強角、一番狭い状態、一番ズームした状態の画角になります。いかがでしょうか。はい、全国1万5000人の GoPro 実況チャンネルファンの皆様、いかがお過ごしでしょうか。今日は引き続き Zoom Q8N4K の、テストをしていきます。前回と違うところは画角を強角、一番狭い状態にしてます。シフトノブ映るかなっていうところですけども、一番狭い状態、そしてカメラについているいわゆる俺が環境音って言ってる音のマイクを XYH5 から XYH6 の方に変えてます。もしかしたら、ボディノイズが乗るかもしれません。乗ってたらバッサリカットはしますけども、いうところで、マフラー直近は前回と同じくピンマイク、この声を取るマイクはヘッドセットマイクとなっております。じゃあ行ってみましょう。これ ECV の違いも出るんちゃう。これ今閉めてる。はい、そんな感じで行ってみましょう。まあ、前回の動画を見てもらったら分かったと思いますけど、声を取るマイクは成功やった気はする。ほぼ声だけ取れてるよね。だからまあ声の部分をカットしたければ、そこのトラックをカットすればいいんで、比較的編集は楽になるかな。あとはボリュームのバランスやな。一応声のマイクとリアマイクにはリミッターかけてます。で XYH6 をつけてる環境音を取るマイクに関しては、コンプレッサー、前回と同じくコンプレッサーの状態だ。環境音に関して、まあ、ゲインちょっと上がってるかもしれんけど、まあ、それは編集で、どないでもなる話なので、割愛したとして、なんかちょっと前に33のスカイライン走ってるぞ、気になるよね。同じ車種がおったら気にならへん。しかもちょっとバンパーすすってる。さあどんなもんでしょうか。声のそのこのヘッドセットマイク、もうちょっとなんて言うんやろ、低音聞きゃいいんですけど、あんまり低音は乗ってないんかなっていう印象。だから編集でちょっと低音を持ってますけど、これマイクとの口の距離もあるんよな。あまり近すぎて前すぎると多分ポップアップノイズ、ポップノイズ、パッパッポップとかさ、あの息の声が入ってしまうのが嫌なんで、今横45度、いや横右横80度ぐらいの位置で置いてます。
まあ、ただマイクとしてはこれ安いんですよ。そのダイナミックマイクのヘッドセットマイク、まあ、このカテゴリー自体がそんなに、なんて言うんやろ、マイクの種類ももうないんですけど、もう一流メーカーとかね、オーディオテクニカ、シュア、ゼンハイザー、とどこやろなっていうところの中で、サウンドハウスの中ちょっと比較的安いヘッドセットマイクですけど、まあ概ね合格点じゃないんかなと思います。で、後ろのマイク、マイクの近く、マイクじゃマフラーの近くにつけてるマイクはちょっと入力が多すぎてマイクの体圧を超えかけてる可能性はある。ちょっとクリップ気味な気はするけどね。まあ、ただミックスしたらそれなりに取れてる気はするんで、まあよしじゃない。多分で、まあ前回は峠道を、いつもの山坂道走ってますけど、まあ今日はこの普通の街中ということで取れてるその回転域も違いますんでね。じゃあ今日も恒例のその、音だけチェックしてみましょうか。まずは環境音だけ、XYH6 だけの音にします。せーの、はい、いかがですか。これ XYH6 の音です。ノイズ入ってますか。じゃあ戻します。せーの、はい。じゃあ次に、後ろのマイク、マフラー直近のマイクだけにします。いきます、せーの。はい、はい、どうですか。どんなもんやろな。マイクとして、環境音のマイクとしては XYH5 より XYH6 の方が、まあ一応上位という位置づけにはなるんですけど、使いやすいのは5の方や、5の方がなんか使いやすい印象はある。まあそんなんはここで喋っててもふーんって感じでしょ。まあでもこれ声だけは確実に取れてるっていうのは大きいな。うん、声とその例えばマフラー音が一緒の量なファイルだったら、ボリューム上げると両方上がるでしょ。ボリューム下げると両方差があるでしょ。マフラーの音だけ大きしたいなと思っても声のボリュームも上がる、声のボリューム下げたいなと思ってもマフラーの音も下がってしまうっていうジレンマはあるんですよ。ほんでファイルを別にすることをするんですけど、こうすると声だけのボリュームを上げてマフラーの音はちょっと抑えめにしておくだとか、まあ、その逆もできますよね。でこういう今ぐらいの、まあ、3000、4000ぐらいの一番車内に音がこもるであろうっていう回転数のところだと、マイク1本でするとやっぱりバランスが難しいよね。編集してると聞いてる人はそうでもないと思う。そんなに声が聞こえて音聞こえてりゃいいな。でしかも半分以上はスマホで見るでしょ。俺ら編集するとパソコンで、何回も聞きながらヘッドホンしながら聞くんで、その違いっていうのはやっぱりよく出てくるんですよね。
あ、まあ、やったことのない人はぜひイヤホンとかヘッドホンで、まあ、この動画とか他の僕の動画をね見てもらえたらなと思いますけど、まあまあちゃんと撮ってると思うんやで。撮ってないやつもありけりですけど、そうやってイヤホンで聞くじゃないですか。他の動画を見るときももうほぼほぼイヤホンヘッドホンで聞いてるんで、あ、この動画の構成撮影機材どうなってんかなとかさ、あ、なんでこんな綺麗に撮れてんのとか、なんでこの機材やのにこんな音になってんやろうとかね、まあそういうところには目は行ってしまいますわ。はい、アイドリングの感じちょっと黙っとくんで。ピンマイクを、まあ、マフラーの近くにつけてますけど、この方が、まあ、生音なんでちょっと下水音にもなりかねんですけど、アイドリングの粒立ちっていうのは拾いやすいかなとは思います。まあ、この今つけてるマイク、まあ、到着する買ったやつ待ってるんですけど、品切れなんで1週間ぐらいかかるんかな。それ使ってないから分からんけど、それに比べると多分走ってる時の音はもうちょっと飽和状態かなとは思いますね。あ、メインのマイククリップしてんな。風か。あ、風やな。風切り音でなんかバフを吹いてたかもしれん。 XYH6 の方が、ダイヤフラムの径が大きいんで、なんでこんな遅いの。ダイヤフラムの径が教習車か。ダイヤフラムの径が大きいんで、その分風の影響は受けやすい。どんなもんやろな。ええ感じに撮れてるといいな。前回のは思ったより良かったんで、もっとこうしてみようとか、もっとどうしたらいいんやろうみたいな風には思ってるんですよ。編集次第なところもあるのもまあ面白いかな。編集の調整次第、まあ何回も言うけど、今回撮るようなこいつらは素材なので、料理じゃなくて素材なので、どんな料理をしようかなっていうのはちょっと楽しみな、楽しいところでもあり難しいところでもある。まあ、一眼レフカメラやってる人とか写真にこだわる人はデジタルのね、JPEG 保存じゃなくてロー保存って、 RAW ロー保存っていうのをされると思いますけど、あれも一緒よね。結局あれは素材、めっちゃ振り向くやん。あれは素材で料理じゃないんですよ。だから一本のマイクで撮ってしまうともう料理になるんですよね。カレーライスになる。後でジャガイモ増やしたいなって思っても、もう追加してもう一回煮込まなあかんでしょ。ほな最初に入れたじゃがいもと煮込み具合は当然変わるわけで、料理になっちゃうんですよ。カレーを作ってからシチューにしようと思ってもできひん。カレーを作る前ならシチューにできるでしょ、ハヤシライスにできるでしょ。そういう違いはある。
からちょっと手間はいる。誰でも彼でも取って出しでいけるんかあったらコツはいる。取って出しもできるんですよ。あ、ちなみに取って出しのその MOV ファイル、動画ファイルを、ちょっとやってみましょうか。せーの、はい。これその無編集、そのままの状態、全部ガッチャンコされた状態のファイルの音源、いかがですか。まあ、それでもそれなりには入ってるかもしれん。それでもそれなりかもしれん。戻します。せーの、はい。だから難しいけど面白い、ハマるなっていうところ。これを買えば、 98N4K を買えば簡単に高音質が取れるんかって言ったら、まあ難しいかもしれん。俺の場合は歴史ずっとそういうのをやってきて四苦八苦しながら、間にそのハンディレコーダーでそういう複数トラックからの編集を得てるんで、まあそれでもできてるっちゃわけじゃないですよ。あのまだまだなレベルなんですけど、複数ファイルを処理して編集する練習を何回かね動画でもやってるんで、まあその効果はあるから使えてるんかなとは思います。さあそんな感じで、ちょっとねマイク、メインマイクを変えてみたり、ちょっとボリュームを変えてみたりということでやりましたけど、いかがだったでしょうか。まあパート2でも言った通り、しばらくこんなシリーズ続くかもしれませんけどね。あとはその楽器用のマイクな、コンサートマイク、早くこいつを試したい。どんなんか試したい。あんまりピンマイクと変わらんかったらショックやけどな。まあでもそれはしゃあない、期待はしてるんですけど、まあ、今回こんなマルチマイクをスコット全部カメラにぶっさせるっていうところで、撮影自体はすごく楽になってる。だからスッとカメラを設置して終わりじゃないんですけどね。今までのハンディレコーダーを設置してっていうことを思うとすごく楽にはなったので、いろいろと実験はしてみようかななんて思ってるところです。はい、いうようなところでいかがだったですか。何回言ったら2回目かこれ。はい、またね、次の機会、次の動画、次の場所、電波の上、ネットの上夢の中お会いできることを楽しみにしております。じゃあね。